さあ始まりました寿司企画。天ぷらです。藤原です。袴です。ダブトです。忍びです。ナカルティンです。ナカルティン、中野です。ということでナカルティンがいるということは、カラオ、はい、はい、お願いします。再チャレンジ20カラ、はい、うわ、まあ20カラいきなりじゃったら無理じゃないってことで15で試したら余裕だったんで、ね、もうじゃあ20カラはもうクリアしとこうよってことでね。20カラの上もあんの？ないですね。ここ一応現状マックスだ。現状今20カラで、ちょっと前まで10カラしかなかったよね、はい、自信のほどは。自信はあります、はい、あ、もう辛さの自信は、はい、ちょっと前回ね、すごい好評だったんですけれども、はい、一部コメントで、ご飯粒残してんじゃねえよみたいなのにちょっと心を痛められてて、やめてあげて本当に言い訳もあるんだよな。言い訳というかその言い訳はないですけど。ないの？はい、ないです。何もない。タレントじゃないんですから、攻撃するのやめてあげてくださいコメントがもう嫌だから俺動画すら見てねえの一番へこたれてるじゃねえか。そうそう、もうなんか一番弱いやつとか嫌だから動画を一切見てないそう、だから俺は自分のやってる YouTube チャンネルも完全コメントオフ。正座なしで寿司ボーイズもコメントが目に入るのが嫌だから見ない。見ない。俺のバイクチャンネルに対しての文句をこっちに流れてくることもあるけど、それも伝えないでいいからね。ああ、分かった。流れることないでしょ、だって。もうもしね、この先もしかして流れてきたら、お前なんか書かれてるぜって言わないでいいからね。なるほど。言わないよ。もう嫌だから。へちゃるだろ。へちゃるから。へちゃる。ということで、今日は20からにチャレンジしたいんですが、我々の方も、はい、ちょっとゲーム性をね、はい、アミューズメント性ね。前回、1から1から1からで、彼だけで3からにしてたけど、はい、そこもちょっとまあくじ引きで、はい、甘口、1から、はい、3から、はい、8からを用意させてくれる。8からは辛いぞ。結構だって。1人だけちょっとこの中でも8は食らうやつがいることを。いきましょう。じゃあ最初はグッジャッキポイ、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 最初はグッジャッキポイ。じゃあ僕が引いていいですね。はい。もう出す？出さない？出さないですから。ああ、なるほど。最初はグッ。はい。すいません。はい。はい。最初はグッ。じゃあ、ポイ。まあ、まあ別にこれ負けたとかね。わかんない。残り物に服があるかもしれない。はい、さあ！怖い。怖いな。あ！おー！まあ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 、3、まあ、です。これはカラーの方か。おー、甘口だ。甘口だ。逆にちょっと危ない。逆に僕と藤山さん 1と甘同時に行きますか。あ、8と8と1か。はい。あー、もしかして。嘘。せーの。あー、いやー、ちゃんと余ってた。ちゃんと余ってましたね。そうですね、甘口もちょっと、甘口もちょっと軽いな。辛いぞこれ。8からよりはいいよ。でもさあ続いてナダルティも参戦して、はい、何種入れるか。あ、これが1種、はい、2種、はい、3種、4種、はい、7種です。7トッピング。 7種。え、ちょっと忍びさんでもあまり行かない領域じゃないですか。私普段5ですからね。多いよ。5は行くんだよ。裏に行かよ。あ、じゃあそれぞれね。これ20。うわ、8も少ないぞ。こちら3。このラインナップだよって。はいはい。これが1種、2種、3種、4種、7種で分けられる。はい。それは選んでいいから。あ、選べない、それもまた引くんだ。なるほどね。だから何種かってね。最初はグッ、ジャケッポイ。最初はグッ、ジャケッポイ。1、2、3、4、7だよね。1、2、3、4、7。はい、いけ、7。トッピングの数。いきなり7いけ。7。食べれない。最初から無理だ。絶対無理だ。完食まで皆さんにお届けします。7種だけで払
だってこれはだって俺も行かないと俺も嫌だもん。そう辛いの得意でしょ。俺7種食えるけど7種ってじゃあ俺は燃え尽きてる。あいい3種一番いいね。もうあとはうん、まあーでも4か4かはい、といきます。もうあと 1か2いいです。あ、1枚いい。あ、1枚一番美味しく食べてるまあ3なんでちょっと辛いですけど3からで1種1の人から引いてく。そうだね。あ、よろしいですか。1の人が引いてください。はいはい。もう残ったのが全部カレーってそうなんですよ、ね、そういう感じでね。これ赤間さん何引きたいとかありますか。あ、じゃあやっぱ辛いんでマイルドにしたいんでチーズなんかにしたら、ね、最高ですよね、はい、チーズなんかもう種でもないよね。一種にも値しない。あーでもこれ引いたら、それは残しておきたかったよ。一種だね。ナスです。ナスもお前ナスばっか持ってくるじゃないかよ。いいでしょ、カレーにとってはイカです。あ、いいね。いや、なんなんだ軽いの。重いの残すのいいです。これと、はい、お願いします。これと、あとクリームコロッケなんかいいな。もう余裕。スクランブルエッグなんかも軽いよ。ああ、まあまあ軽いよね。ソーセージね、比較的軽いのは。いいよいいよ、ね、フライドチキン。フライドチキンか。これかな。まあまあ、でもいっちゃってよ。フィッシュフライ。まあ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 、まあ、好きだから。いや、ほぼカツが来ますね。カツは絶対来ちゃうね、俺にも。で、じゃあ、まあね、あー、もういきなり来ちゃうか。あー、ロースカツ。よしよしよし、あざす。あざす。あざす。まあまあ、でもトンカツか。よし、俺カツコッシャ。エビフライ、エビフライ。あー、フライ、フライだ。揚げ3つだよ。いや、この辺残したくないんだよな。よし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 。なんなんだよ、ミリカツ。いや、軽くなってるよ。助かる助かる。あ、ちょっと軽くしちゃったね。よしよし、優しいな。トンカツ、ロースカツ、メンチカツだもんな。これはちょっと重いな、これ。え、チキンカツ、パリパリチキン、うずらフライ、クリームコロッケ、ハンバーグ、チーズ。いや、これでもだいぶ楽になったね。いや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 、そう、はい、8はちょっとやばいでしょ。いやー、よかった今日食ってくなって。この間もめちゃくちゃ食ってきちゃったからさ、食ってねえんだけど。いただきまーす。いただきます。美味しくいただけると思って食ってねえんだけど。さあ、20から見せてよ、ちょっと。うーわ、これが皆さんに大村さんの色全然。これがもう甘口と辛口の違いね。このた、このなんかシャビシャビで、この固形感。おい、ソーセージ4本入ってたわ。まあ、いきなりすんげえ入ってんな。うわ、重たっ。あー、もうぶち込んじゃおう。7種の方ぶち込んじゃおう。皆さんは、3からです。辛っ。あ、めっちゃ辛い。あのね、甘口って言ってるけど、この甘くはない。辛くないだけ。うん。いいよ。ああ、口がバカになってる。これだ、食い進めねえとやべえよね。ああ、辛い。あれ全然辛そうじゃない。カルティンさん、余裕かな。うん、美味しいです。20からってだって最高潮でしょ、ここ一番。はい、あ、ちょっと8ぐらいだと慣れてくるな。すごいですね。めちゃくちゃ熱い。はい、待って、ね、あ、ソースあったんだ。もうどんどんいかないと、はい、お腹いっぱいになっちゃうので、まあ、満腹中枢が刺激される前に入れちゃおうと、はい、のその作戦でいきます。同じ、俺も辛舌中枢が あるんですか、それ辛い舌が全然辛そうにしないんだよ、10からが。いや、ていうかもう3、4割終わってますね。すごい、よくいけんな。俺もちょっと嫌だな、いけねえもん。ちょっと根性で言ってるとこあるよね、今。でも根性しかないだろ、辛さなんて。多分よういけるよ、すごいよ。8からやっぱ辛いんだな。辛い。すっごい寒いけど、すっごい汗出てんのね。あ、
主張だけ季節違うもんね、これね。あれ、赤間さん地味に汗かいてますね。僕もすごいですよ、はい、3やっぱり初めてですもん、3挑戦したの、うん、玉のような汗が、私も汗は汗は毎回あなたかいてますからやばいっす、朝からこれは厳しい。あ、夜だって食べれるんですか。まあ、いや、なんていうんですかね、落ちてる。とでも藤原さんもね、あら、あら、あら、早くも早くも、さすが。こたが一番きついのはここが。はい、ちょっと早くも。ちょっと鼻水的なものも大変です。ちょっとまだ。そういう人間藤山が、はい、ちょっと大変な感じに。ね。誰に流すもの拒まずだからね。拒んでいただきたい。枯れゆくもの拒まずの精神で枯れゆくから、うん、うわー、でももう完食、もう完食ですよ。これ最後でしょ、最後よ。うわうん、すごい、完食の勝負だね、辛さは。これちょっと俺めちゃくちゃ頑張ってるよ。だってあの辛いの弱い藤山は、どんぐらい辛かったんだろうってぐらいだもん、マジで。めちゃくちゃ辛いよ、これ相当やったよね。今来てるわ、すごい辛いよ。泣いてます、辛そう。辛いよ、辛い。ありがたい。もうでも具これだけだわね。これはアラフィフには相当な試練。相当よ。ああ。お腹痛い、残り3割ないぐらい。何それ、取るの。ガマさんが意外と苦戦中。おろ、はい、勝つか。いや中野すげえよ、うん、8を知り20を知るっていう感じ、はい、正直でも15との差が、うん、はい、もう記憶忘れてるっていう。そういうことか、はい、あ、そんなにない。だから別に15より辛いわってこともないってことでしょ、逆の回では、うんうんうん、何が違うのって、うんうん、15も私これぐらい汗かいてましたし、うん、ってことでしょ、うんうんうん、カメラさん、はい、見てください、どうされます、米粒一つも残ってませんよ。いいね米をルー側に入れて、そこだけはやっぱね、今日は徹底しようって思ったんだろうね、一つも残さないぞと、うん。岡本さんはどうですか。岡本さんはカツの量が変わってませんね。すみません。どうされた、どうされました。今そのパーセンテージでいうと何パーセントですか。普段の満腹が100なら。もう95です。あ、まだあと5。ちょっと食えますね。でもこれ 5% にしちゃ多いですよね。ああ、じゃあ内山さん言ったからね。はい。これはもう言っちゃいますからね。うわ。ああ。完食してます。一粒残らず、はい、いやこれすげえよ、マスやばい、うん、いやマジで、うん、8でこれだもん。いやすごいよ、うーん、マジでめちゃめちゃ辛いでしょ。うーん、でも私辛麺の方が辛かった。辛麺ってあの花火、花火の、あ、袴さん、はい、あと、ああ、いただきました、はい、ごちそうさまでした。袴さんの3からの3からの1種類、はい、まあ、このお酒はやっぱ辛いから、辛いっす。いや、辛いよね、辛いっす、かった、はい、うん、いやだけど、逆にそんぐらい遅い方が無理だと思う。スプーンが進んでいません。あ、でも1個食べましたかね、パリパリチキン。なんか、すごい食べさせてる感じだけど、そうでもないんだよね、うん、中野とそんなに変わんないでしょ。キャパですか、食ってる量は。私、イカとナス、ね、イカとナ ナス、まあ、イカも結構なボリュームでしたよね、揚げ物で、うん、あ、喋ってます。こんなになる、こんなになる、なんないと思う、絶対。ちょっと大げさじゃない、
かわいそうな感じになるのが嫌なんだよ、ね、要はうまいよね、うまいよね、それやめてほしいよね。ちょっとマジすいません、マジすいません、食べさせられ方のうまい人なのかな。いや違います違います、かわいそうでしょうねっていう見せ方。違います違います、すいません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 。天ぷらさんが、天ぷらさん、うん、来ました。はい、はい、完食。カツ3枚、メンチカツ、ロースカツ、エビフライ、とんかつ3枚いただきました、ありがとうございます。はい、さあ完食、おいしい、完食4名。あー、おいしいわ。一番後輩が先輩を待たせてる、あなたが一番タブーとしてるやつ、一番僕が嫌なやつです、うん、はい、大丈夫ですか。はい、なんで7章引いちゃったかだよね、本当に引かなきゃさ、別に引いたらもう食べるしかないし、引いたら食べないんだったら何かをこう、ね、捧げないといけないしさ何かって酒かタバコか分かんないけど、あーあーやだやだやだ、そっか、そういうことになっちゃうよな。ルーと一緒に食べた方が絶対早いと思うんだよ。そうなんですよね、ルーとそれ分けちゃうともっと自分の首絞めちゃうから。確かに、そうなんですよ、なんだよ、そうなんですよ、全右から左なのよ。全然食べようとしてないじゃん。ちょちょちょ、今富士山登っててお前リュックを7合目に置いて自分だけ行って後で 7合目まで取りに行こうとしてるんだよ。持ってけっつってんの、持ってけっつってんのリュックを自分の首絞めてね。リュックずっとまた来なきゃいけないんだ。そう、ずっとリュック7合目に置きっぱだよ。あ、行っていいね。そう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 、リュック背負ってくる。しゃあ。ほんで重ねれるじゃん。うん、はい。で見た目を減らして、減らしたね。でジョグして、ジョグして、ジョグして、掛け声かけて、下に沈めて、空間開けて、で手袋伸ばして、アストリア伸ばして、T シャツ伸びてる、アストリアを伸ばして、ルーティンが自分の一つの衣類と、十分緩んでるじゃん。アストリア伸ばして。すごいっすね。しゃあ。入ってないな。入ってないね。スプーン空っぽだな。これもギブなの？ギブですかね、これは。ギブと引き換えにじゃ何を？それ提案してもらえたらね。やです。それ相応のね。はい。やだ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 。マジでやだ。無理無理無理。絶対無理。この後、うん、この後ね、あのありますもんね、皆さんでね、あの、うん、前乗り。あるあるしますし、前乗りしてホテルバーベキューだって、そう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 、ビアガーデンめっちゃ食っちゃったな。そうなんですか。まあでもまあ夜でしょ、うん、はい、ビアガーデンでバーベキューをするからホテル、もうお酒もあるし、そうですね、タバコも吸えるよ。はい、でもそのどっちかがなくなっちゃうんだよ。なくなっちゃう、これギブすると食はなくならないからね。そう、それはやっちゃダメだから。そう、いやいや食がいらねえんすよ、食がいらねえんすよ。もうお前だったらにじゃあこれもうこれをやりますから許してください。何ぐらいのレベルだった、ちなみにだけど、もしこれを食わないで勘弁してほしい、でもその代わりこれやりますわ、ではどれぐらいの包茎手術かな自分にもプラスになるしね、まあ、プラスにはなるけどね、だからいいことになるね、うん、血解消できるし、ね、お金かかってちょっと痛い怖いっていうのもあるけど、うん、まあ、それで別に嫌だし、嫌だし、嫌だっちゃ嫌だし、でもそれはちょっとプラス感が強すぎるから、うん、その余った皮を食うぐらいの感じ自分で食うぐらいの感じぐらいの余った皮をじゃあ竹串かな、いや鶏皮的な、衣つけていい、あ、いいよいいよ、素揚げしてそれぐらいか、すごい覚悟だな。嫌じゃん、自分の皮素揚げして食うの嫌だから嫌だよ、だから俺頑張って食べたよ。わかりました。何あ、はい、起きました。じゃあカメラに向かってお願いします。すいません、本当にココイチさん美味しかったんですけど、うん、すいません、量が多くてすいません、ギブしますし、まずはギブと、はいはい、罰ゲーム何もしません。わかりました。ダメなんですよ、ダメなんですよ、ダメなんですよ、それあなたが決めたから、ダメなんですよ、残念だけどダメなんだ、あなたが決めたから、ダメなんです
ですよ。ありがとうお笑い芸人さん。ダメなんですよ。ということだ、ということなのね。ダメなんですよ。ロムトさんは食べません。食べないです。何も持ち帰ります。その代わり何もしません。すごい、ただすごいやつ。ダメなんですよ。すごいですよ。そんなやつ。中で手はすごかった。そんなやつダメなんですよ。またということですね。また来週さよなら。終わったよ。